ねえ、どこかでお茶でもしない？今日はずっと砂漠で狩りをしていたから疲れちゃった。賛成。いつものお店にでも行きましょうか。冷たいものが飲めればどこでもオアシスだよ。確かにオアシスにでも飛び込みたい気分だ。僕も喉がカラカラだよ。ずいぶん混んでいるな。珍しい。中央のモニター見て。あれ MMO ストリームじゃない？ほら、人気の VR ゲームの紹介や攻略情報を特集しているネット番組だよ。気持ちがいいくらい調子に乗っているね。 AGI 型最強論を唱えていたのはゼクシードじゃないか。流行に踊らされる方がおバカさんだわ。いつきもその口じゃないの？やだな、僕は自分の判断を他人に委ねたりなんかしないよ。まあ流行は大事な情報だとは思うからうまく利用するつもりでいるけどね。なんだかんだで堅くなな誰かさんとは違って。誰かさんって誰のことかしら？そりゃ目の前の、ん？なんだあいつは。ゼクシード、偽りの勝利者よ。今こそ真なる力による裁きを受けるがいい。なんだあいつ。痛いね。ゼクシードにムカつく気持ちはわかるけどよ。これが本当の力、本当の強さだ。愚か者どもよ、この名を恐怖と共に刻め。俺とこの銃の名はデスガンだ。え、なんで？何が起きたの？ゼクシードは緊急ログアウトしたみたいだけど、あの苦しそうな表情おかしい。それにさっきの変な拳銃使い、デスガンだっけ？あいつは一体って、あれ？どこに行ったんだろう。それに樹さんもいない。不活でしたわ。みんながゼクシードに気を取られているうちに姿を消したみたいね。まさか、システム的にありえない。ここは GGO、あのソードアートオンラインではないのよ。そうだよね。何かの演出かトラブルだよね。そもそも MMO ストリームは GGO 内の番組じゃないの。独立した VR 空間で撮っている番組を中継しているんだもの。弾丸がモニターを越えて別の VR 空間に行く？そんなことは絶対にありえない。でもタイミングが良すぎるな。それとセリスカ君、猫の皮が剥がれかかっているよ。な、ほん、猫なんてどこにいるのかしら。そういえばいつき、あなたこそどこに行ってたの？デスガンとやらを追跡しようと思ったんだけどね。外に出たら影も形もない。アバター名もプライバシー機能で隠していたし、計画的な行動のようだな。タチの悪いいたずらね。運営に報告しちゃおうかしら。いたずらね。少なくとも彼の呪詛は本気のように聞こえたけどな。なんてね。まあトッププレイヤーへのひがみだろう。怖い怖い。メールが来ました。ジョーからですよ。
そんなの行かなくていいわよ。あんたって付き合い良すぎなんだから。そうね。でもバザルとジョーならいつまでも待っていると思うわ。あり得る。バザルト君の美点であり多大な欠点は非常にしつこいところだからね。マスター、ジョーはそんなに悪い人ではないのです。優しいわね、レイちゃんは。さっさと片付けるなら手伝うわよ。では行くときは私も連れて行ってください。僕も見に行こうかな。面白そうだし、キリトさんたちも行きたがるんじゃないかしら。あら、そうしたらお弁当を持っていかないと。お弁当は素敵です。マスター、みんなで遊びに行きましょう。よう、よく来てくれたな。けどよ、アファシスちゃんも一緒なのはわかるけど、ずいぶんオーディエンスを連れてきているな。おい、こんなテンション上がること見逃すわけにはいかないよ。どうも。直接話すのは初めてじゃないかな。こんにちは。決闘だって、僕も混ぜてよ。待て待て、お前さんたち全員と挨拶していたら気が狂っちまうぜ。こういう派手なのは趣味じゃないが、まあ見届け人は決闘に必須だからな。男の究極勝負といえば決まってら、1対1の決闘だ。お前さんは会った頃と比べて格段に強くなった。フリューゲルに到達して攻略の最前線にいる。今まではお前さんの実力を考えて仲間同士の集団戦にしていたが、今日は本気の手加減なしだ。1対1で俺様の実力を見せてやる。準備ができたら言え。俺様はいつでもいいぜ。油断しないように。彼は愉快なキャラクター性に反して実力はかなりのものだよ。そうね、戦闘は意外と冷静なタイプよ。あんなに暑苦しいのに。ゴキブリ並みのしぶとさをなめてはいけないわ。おい、イツキにテリスか。ややこしい言い方してるが、俺様の悪口だろそれ。すまねえな、アファシスちゃんとお前さんの絆は知っている。だが男には引けない時があるんだ。バザルト城、一世一代の大勝負、いざ尋常にスタート。負けたー。
1対1の決闘でも負けちまうとはな。ジョー、お疲れ様です。アファシスちゃん。私はマスターのアファシスで、ジョーのアファシスにはなれません。でもジョーは銃が大好きないい人です。私の友達になってください。マスターもありがとうございました。とってもかっこよかったです。もちろんです。くぅ、男に涙は不要だって言うのに、なぜか目から水分が出ちまう。いや、これは鼻水に違いねえ。約束通りお前さんに俺様の一番大事なものをくれてやる。そういえばそんなことをメールに書いてたわね。何をくれるの？レアアイテム？お金？俺様だ。は？え？それはあまり欲しくないかも。だよね。同感。なんかちょっと怖い。おい、待ってくれよお嬢ちゃんたち。このいぶし銀なトッププレイヤー、バザルト嬢様だぞ。戦力アップ、友情アップ、男気アップできるんだぞ。最高のパーティーメンバーじゃねえか。結構ですわ。帰るわよ。あ、マスター、どうしたらいいですか？そうだね、僕もそう思うよ。バザルト君だって自分のスコードロンがあるだろう。自分のスコードロンをほっぽってきた人のセリフではないわね。でも実際お仲間のことを考えた方がいいと思うわよ。男の約束にはちげえねえんだ。仲間たちだって分かってくれるさ。まあまあ、まずはクエストの時とかに付き合ってもらって様子を見たらどうだい？ジョーがクエストに一緒に来てくれたら心強いです。だよな、そうだろう。というわけでこれからは俺様も仲間に入れてもらうからな。よろしく頼むぜ。